木花の古谷です。今日はですね、この時期多いこんな風になってしおれちゃったアジサイの剪定方法、この辺をちょっとお話ししたいと思います。このアジサイなんですけども、さっきですね、花屋さんの処分品で買ってきました。500円で買ってきました。こんな感じで、アジサイうまく育てられなくてしおれちゃったものって結構あると思うんですけど、それをどういうふうに剪定したらいいかっていうお話をしたいと思います。まずですね、このアジサイなんですけど、よく見ると、剪定の跡もあるんですが、6本立ちですね。6本立ちのアジサイがあります。でこれをどっからどういうふうに切ったらいいのかというところを見たいと思います。まず株元を見るとですね、これ見えるかな、これね、2株植わってるんですよ。アジサイが2株植わってます。で、1株からだいたい3本とかそこら生えてるんですけども、このまず剪定をいつまでに終わらせてほしいかというと、夏のお盆前、お盆っていつかというと8月の15日ぐらいです。12日とか15日とかそれよりも前に終わらせたいので、7月中には剪定を終わらせておくと翌年咲かせやすいです。それからこの剪定を切る場所、これがすごく大事なんですけど、アジサイには節っていうのがあるんですね。ちょっと切ってある枝を見てほしいんですけども、これ筋が入ってるの分かります？あとここ筋が入ってるの分かります？で、2節から3節のこうしたところで切るっていうのが基本的な切り方です。この、お花屋さん、ご存知だったのかもしれませんが、切るところをよく知ってたなっていうふうに思います。では早速なんですけど、切ってみましょう。この長いアジサイ、下から数えて1節目2節目3節目で、この上で切ります。この辺で、こっちの方も1節目2節目、で節がね、見にくい場合はこのちょっとね、葉っぱの芽が出てますので、ちっちゃいから分かりづらいですけどね、芽が出てますので、それを見て切ります。でこれで一通りの剪定が、もうちょっとかな、1、2、3、ここ、1、2、3、ここ、1、2、3で、ここ、これも下から数えたらここが3節目ですね。こんな感じで切ります。あとビヨンビヨンってこう伸びてきちゃってる勢いのあるやつ、こいつもですね、ちょっと詰めて切っときます。とこんな風な結構さっぱりした感じで、ちょっとね水枯れしてるんで後で水やりますけども、で、中を見ると2株入ってます。で1株あたりだいたい2本ぐらいしか、残さないようにしたいんですね。6本あるからといってまた来年も6本咲かそうっていうふうに欲張ると、いい花咲きません。花が小さくなっちゃう。なので株が小さいうちは、まずですね、この芽を殺すっていうやり方をします。まずですね、根元の近くで切るんですね。どれを残すかっていうのは、勢いのあるやつを残して、それ以外を、例えばこれなんかはもうひょろひょろの茎なので、株元の方から切っちゃいます。株元の方から切っちゃう。でこの小さいのも株元の方から切っちゃいます。そうするとここが2本出てるので株元の方から切っちゃう。そうするとこっちの株は今この2本だけ残しました。2本だけ残しました。で次に、この2本を残すので、手前側の1本、こっちから見た方がいいかな、この2本を、こうか、この2本を残したいので、手前側のこの1本を殺します。そうすると、全部で、このちっちゃいのも取っちゃいますけどね、4本の、太い枝が残りました。
この状態にしておくことがベストです。欲張らずに、少しだけにしておく。そうするとこの元の鉢のまんまでも、アジサイ根が、若干詰まり気味でもうまく管理すればそれのまま咲いてくれるので、植え替えをしなくて済む。植え替えをしなくて済むということは大きくならなくて済むということもできます。大きくしたい人はもうどんどんあの地植えとかしてもらっちゃって構いませんけども。でお花屋さんから買ってきたばっかりのアジサイっていうのは、大体お花屋さん室内に置いてあるので、外にいきなり出すと死にます。環境の変化で死んじゃいます。なので、まずは少しずつあの日に当てて慣らしながら、外に出していくっていう作業をしますので、一発目外に出すときにはまず玄関の軒下であったりとか、あとはまあできるだけ日陰 のところ、そんなところに出すといいですね。で、水を与えます。水を与えるんですけども、またこの水がすごい、うちのオリジナルの激力剤という活力剤が入っているお水になります。こいつをあげるとパシッと水が上がりますので、それをやっていただくとより一層いいですね。たっぷりしっかりお水をあげて、しっかり吸わせていただいて、お水は下からジャーッと出るぐらい、こうやって出てくるぐらいやっていただけるといいかなと思いますので、ぜひ、母の日とかにねいただいたアジサイ、お子さんからいただいたアジサイ、しおれちゃったなっていうことであれば、そろそろ1回剪定してやって、きれいさっぱりさせてやってください。よろしくお願いします。ではでは、また会いましょう。さようなら。